サッカーチャイニーズ台北女子代表は中華民国属級協会によって編成される女子サッカーのチームである。最初の国際試合となった1977年8月2日のインドネシア戦は2-0で勝利したが、当時は中華人民共和国との関係からオセアニアサッカー連盟の加盟であった。その後、 1981年から名称をチャイニーズタイペイとすることに決定したこともあり、1989年にアジアサッカー連盟へ転籍した。チーム名に台湾があるいは中華民国の名前を用いずに参加することから、国際大会での旗もかつては、青天白日、三つる地を使用していたのを、1981年からはサッカー協会期か、 タイニーズ台北オリンピック委員会期を用いている。かつてはアジア女子サッカー屈指の強豪国であったが、世代交代の失敗やスポーツ全体に対する世論の理解低下などにより、現在は伸び悩んでいる。2010年と2019年は、本来は予選2位で敗退となっていたものの、本大会に、 シードされていた北朝鮮代表が出場を辞退したことに伴い繰り上げ出場となった東アジア女子サッカー選手権2013決勝大会登録メンバーありがとうございます